今までのどんな時より素晴らしい、はい、大村咲の飼育を中心に腸活している林太郎です。はい、ということで今日はですね、お父さんお母さんや、まあ、学校の先生必見です。はい、よくあるねご質問にちょっとねお答えしようと思うんですけど、蝶々ってどんなところに行けば見れますかとか、どこに行ったら捕まえれますかってよく聞かれます。それにちょっと今日お答えしようと思います。まあいろいろあるんですけど、今日は大きく2つちょっとお答えしようと思います。で、まあ、早速1つ目なんですけど、蝶々なんで飛んでると思いますか蝶々なんで飛んでると思いますか。蝶々の気持ち、蝶々の気持ちになってみましょう。あ、ごめんなさい、今蝶々の気持ちになってました。蝶々の気持ちになれば分かるんですよね。まずなんで飛んでるのか、やっぱりね、これはね僕の試験ですよ。まあ長剣なんですけど、蝶々お腹空いてるんですよ。な、そうなんですよあの食べるものを探してるんですよね、きっと。ということで、まあ成虫の食べ物いろいろあるんですけど、まあ代表的には花によく来てますよね。ということで花がやっぱり多いところには蝶はよく来るということなんですよ。まあ、ただし蝶によって、やっぱり好みがあるんで、この花が好き、この花が好きって、この蝶によって違うんで、そういうのも観察しながら、見てると面白いですね。なのでその花に来ている蝶々を見つけたら、その花がいっぱいあるところを次探せばいっぱいいる可能性も上がるということですね。はい、で2つ目2つ目は蝶々のメスが、ね、よく飛んでるんですけど、なんで飛ぶかといったら産卵、卵を産みに飛んでるんですよ。卵を産むために飛んでるんです。卵を産むためっていうのは、まあその蝶々によってそれぞれ卵を産む植物が違います。例えば、まあ、モンシオチョウだとキャベツ畑モンシオチョウいっぱい飛んでますよね。葉っぱ、キャベツの葉っぱをモンシオチョウの幼虫は食べます。で、まあ、よく民家でアゲハチョウも見れるのは、まあ、金柑とかみかんとかがね、ちょこちょこ植わってるんで、そういうのに、柑橘系にアゲハチョウは来るということで、それぞれ蝶々によって食べる植物が違います。幼虫の頃の食べる植物が違います。ということは、その卵をこう海にメスは飛んでるわけなんです。なんでその植物があるところに行けば、その蝶々に出会える可能性が上がるということなんですよ。まあ、ただしその植物が必ずあれば必ず来るっていうわけでもない。これが楽しいんですけど、そうなんです。なんで植物があれば絶対っていうわけじゃないんですけど、まあ、その可能性は上がるんで、今のうちね、こう秋とかね、冬になったらちょっと蝶々いるんですよ。いるんですけど水気にずらくなるんで、今のうちにそういう食草を探しとくのがおすすめです。はいということで、今日は、蝶の気持ちになって、蝶々がどんなところで見れるかっていうのをちょっと大きく2つお話しさせてもらったんですけど、まあ、1つ目は蝶はきっとお腹空いてると、で花にくるんでその花を探しとくと、で花、蝶によってもその花の好みが違うんで、まあ、いろんな花を見ときましょうっていうことですね。で次2つ目は、蝶々メスは卵を産むためにその探し回ってると、植物を探し回ってるわけなんですよ。卵を産むで、それぞれ蝶々によってその卵を産む植物が違うんで、こういった図鑑を見て今のうちにいろいろ調べといて、その秋とかもね、蝶々ね見つけづらいなっていう時にね、植物観察をすると、で今のうちにその植物見つけといて、また春とか夏になったらその蝶々来るかなと思って、そこに見に行くと面白いかもしれないですね。はい、ということで今日は蝶の気持ちになって考えてみました。はい、いかがだったでしょうか。まあね、ちょっとでもね面白かったなと思ってもらえたら、まあいいねとかコメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。はい、ということでまた次回蝶のお話でお会いしましょう。さよなら。胡蝶忍ぶ蝶の舞倒れ